本物みたい。いや、まだ本物のクマは見たことないけど、実在を超えた何かがここに宿っているというか。何を大げさ言ってんの？たかがぬいぐるみ、本とかネットとか見れば作り方わかるじゃん。いや、誰にでもできることじゃありませんって。簡単だよ。私だって凪さんくらいの頃クッキー作りにチャレンジしたことがあって。楽勝だったでしょ。レシピ本を隅々まで読んで一生懸命同じものを作ろうと頑張って。綺麗にできたんじゃない？お父さんきっと喜ぶわよ。そうかな。なんて初挑戦なりに手応えを感じたりしたけれど。ええ、父の前歯が折れました。なバカな。悲しいけど実話です。狂気クッキーの誕生でした。それ以来料理全般トラウマ。ちょっとヤマト2号に変な念込めないで。ごめんなさい。この子ヤマト2号っていうの？